君の勉強を劇的に効率化させる高校 1,2 年生向けの冬季特別講習、申し込み受付中です。詳細は動画概要欄の URL をクリック。こんにちは、マネージャーの灘です。本日はですね、高校2年生、年内に勉強を始めた方がいい理由というテーマでお話ししていきたいと思います。はい。年内に始めた方がいい理由はですね、合格率が上がるからです。はい。この動画終了でございます。ね。この動画ね、終わりなんですよ。結論、そうなんですよ。でも、そんなことは、これまで、塾の先生にも学校の先生にもいろいろ言われてきて、親にも言われてきて、うるさい分かってる、そんなこと。だって、そんな分かってるよ。早く始めた方がいいに決まってるやん。でも、早く始められへんから困ってんねや。っていう話やんか。だから、この動画ではですね、合格率上がるから、早く始めようねっていうのを、なぜそういう風に、小学校とか中学校の時よりも、大学受験がそう言えるのかっていうのを、皆さんに分かっていただけるように伝えていきたいなという風に思ってます。で、そのためには、理由は高校で、だから早く始めないといけないよっていう動画ではなくて、全体を見渡すことだと僕思ってるんですね。っていうのも、どんだけのことをやらないと自分がなんとなくここの大学行きたいなと思った時に行けないかっていうのが想像できてないと、何を言われたところでやる気なんてならないと思うんですよ。大学受験ってこんなんなんだよ。全体的にこういう風なスケジュール感で進んでいくんだよっていうことを伝えながら、だから今始めた方がいいんだよ。っていうね、動画にしようと思ってます。じゃあまずね、全体を見ていきたいなという風に思うんですが、そもそもさ、全体のこのスケジュール感をね、書いておいたんですけど、大学受験ってみんなと同じだったら絶対に受からないのね。もし、灘とか海星に行ってて、そこで大体まあ普通ぐらいだから、東大とか京大に行くよね。そんなんはあるよ。全然あるよ。医学部に行くよね。そんなんはあるけど、多くの高校生、特にこの難関私大専門塾学びズムのチャンネルを見ているということはですね、おそらく高校の偏差値が50以下の子から、大体65ぐらいまでの子が見てくれてるんじゃないかなというふうに思います。そういうような高校に通ってて、でも、日本中でその大学知ってるって言われるような大学に行きたいと。で、そういうような状況になった時に、その高校でみんなと同じだったら、基本受からないです。それはなぜかというと、みんなが目指すような人気の私立大学っていうのは、早慶、マーチ、カンカン、同率とかっていうのは、基本的にですね、5人に1人しか受からないんですよね。で、みんなと同じって真ん中なんで、5分の1に入れないんで、みんなと同じは落ちるんですよ。これ高校受験の時は違いました。高校受験の時はみんなと同じように勉強してたら受かりました。ただ、大学受験は、5人の戦いで4人出し抜けないと受からないわけです。ほとんどの現役生が受験勉強を始めるのって3月なんですね。3月から3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1。このスパンでだいたい11ヶ月間ぐらいかけて勉強する子が非常に多いです。3月に塾選びして4月から始める子も多いので、だいたい11ヶ月から10ヶ月、11ヶ月ぐらいですね。これが平均です。中央値です、これが。だから、ここから始めたっていうことは、周りと比べたら早くもないし遅くもないんだけど、受からないタイミングで始めるっていうことです。もちろん、ここで初めてセンスのいい子だったら受かっていくんですよ。ここから初めてでも受かるセンスのいい子っていうのはどういう動きしているかって言ったら、大体ここに書かせていただいた通りの動きなんですね。ちょっと見ていきます。まず、3月から6月。基本的に現役生は4月の真ん中ぐらいから夏休みが始まりますから、受験勉強を始めてから夏前までっていうのは何をするかって言ったら、全く受験勉強したことないんで、英単語をひたすら覚えたりとか、英文法をやったりとか、日本史の通史やったりとか、基礎的なことをガンガン進めていく、知らない知識をどんどん入れていくっていう期間が、この基礎の定着の期間です。それが終わったら、こんだけ4ヶ月も一生懸命勉強してたら、夏、一生懸命勉強してたんだけど、前半やったこともやっぱ忘れてるわけですね。だから、ここでしっかりとこの4ヶ月間の復習をする。そして、8月末のこの夏休みが終わるぐらいのタイミングで、基礎はもう何聞かれても何でも大丈夫。みたいな状態が8月末。そこから、どんどん演習、過去問に触れていって、過去問慣れていって、12月ぐらいでやっと合格最低点出せるかな、出せないかな、みたいな感じになっていって、1月出願して2月本番。っていうような流れが、現役生の受かる子の順調なパターンです。で、これって5分の1のパターンね。僕たちプロから言わせてもらうと、そんなに順調にいく子ほとんどおらんわけ。8月末の段階で全てのインプットがほとんど、100% とは言わないまでも、8割9割方終わってるよねっていう状況の子って、塾で面倒を見ててもなかなか生まれないわけですよ。独学でやってたらもっとよね。基本的にその基準に達せる子ってほとんどいないわけ。ただ、ここから始める子が多いから、なんとか早く勉強、一生懸命頑張ってもらおうと思ってこうやって言ってる。ただこれは、多くの現役生にとって、正直現実的ではないです。ただこれを遅くしたら遅くしたで、あ、これぐらいでいいんだって思っちゃわれるのも困るから、多分どこの塾でもこんな感じの流れになってるはずです。これはもう賛同します。ってなったらですよ。例えば、春の段階で、彼女に振られて、めっちゃやる気なくして、1ヶ月ぐらい勉強できんくて、全然この計画ずれちゃったとかね。なんかここで体育祭の団長を任されることになっちゃって、全然勉強できなくてめちゃめちゃ計画ずれちゃったとかね。なんかここの文化祭のところでなんかこんなんあんだこうだあって、一悶着あって先生とのいざこざがあって、なんかやる気なくして勉強できなかったとかね。受験勉強一生懸命やればやるほど、勉強以外のことで悩まされたりするわけですよ。もともとは勉強一生懸命頑張ってなかったらそことバチバチやってもよかったけど、受験勉強一生懸命したいっていう風にもこの時期なってるから、なってた時に、それ以外の家庭環境の話とか、学校での人間関係とか、いろんなことで悩まされるのがやっぱり受験生だと思うんですね。そのドラマも僕はいいスパイスになると思ってるんだけど、でもなんで俺は勉強のことばっかり一生懸命したいのになんでこんな頑張らせてくれないんだっていう風に思うわけですよ。みんなこれは思ってます。大なり小なりね。だから基本的に、これは理想の動きであって、99% の子がずれるんですね。ほとんどの場合そんな順調にいかない。だから、3月から行ってうまくいく子って多くないんですよ。少ない。もちろん、うまくいく子もいますよ。なので、秋から始めて受かる子だっているんで、ただそんなめちゃめちゃ稀有な存在をですね、モデルとしてもですね、4ヶ月で受かる、3ヶ月で受かるから、ここから頑張ればいいんだなっていう風になる子って、リスク管理が甘すぎるし、自分がね、そんなに行きたい大学がまだないっていうことだったら、頑張りきれないかもしれないですけど、決まってるっていうことで頑張れてないっていうんだったら、すぐに始めた方がいいよっていう風な話です。じゃあ、ここから始めて、矢沢先生言うように、しっかり夏までに定着させて、基礎復習して、ここで過去問で点数取れるようにしていったらいいじゃないっていう風に思ったかもしれないけど、いろんな勉強以外の悩みも、勉強でも単語覚えてると思ってたら、覚えてる基準に入ってなかったりとか、いろんなことがあるわけです。そこを修正しながら前に進んでいかないといけないんですね。その時に、ここの、今11月です。11月からの11、12、12のこの期間、何の期間かっていうと、先取り保険の期間なんですよね。多くの場合、ここからやっぱり過去問、演習をガーって9月らへんから過去問とか演習やっていくっていうタイミングは、できる受験生もできない受験生もほとんど変わらないんです。ただ、何が変わるかって、この8月末までの基礎が完璧に定着してきたよねと。演習に入ってまず問題ないよねってするタイミングができる子であればあるほど、7月、6月、5月っていう風に前になって、この演習の期間が伸びるんですよ。演習の期間が伸びるっていうことはどういうことかというと、自分の抜けてるところがどこかっていうのが分かりやすくなるし、慣れて点数が上がる部分も増えるし、安定して自分の志望校に合格できるってことなんですね。だから、もしここの期間がなかったら、本当に順調にトントン拍子で行ってたら受かるけど、何か紆余曲折あった時に、そこの猶予の期間がない。だから、先取り保険っていうのをここで蓄えておいて、できるだけこの基礎の定着であったり、基礎の復習の期間っていうのを前にやって、11月からここの4ヶ月間は、どこの先取りしてるかって、基本的にここの2ヶ月間を僕は先取りしてると思ってます。つまりね、11月からもし始めてくれたんだったとしたら、過去問とか演習に入るのが7月ぐらいまで、この2ヶ月間早めれると思ってるんだよね。この2ヶ月間、めちゃくちゃ美味しいの。今、この高校2年生がこれ見てくれてるんだったら、どれだけ美味しいことかわからないと思うのよ。2ヶ月前もって演習とか過去問に入れる子と、なんとか9月ぐらいから過去問入っていこうねって矢沢先生 YouTube で言ってたから、9月から過去問をとりあえず入りましたみたいな子では全然合格率が違うの。だから、ここをできるだけ前に持ってくるように、ここの3、4、5、6、7、8の6ヶ月間でやることを、この11月から6月の約8ヶ月間で終わらせれるようになっていたら非常に合格率が上がるということです。結論に行きます。結論がね、うまくいかなかった場合、うまくいかない時いっぱいあります、大学受験。うまくいかなかった時の猶予期間っていうのが3月とかから始めてたらなくなっちゃうんですね。だからそれを生み出すためにも、この11月から2月ぐらいの4ヶ月間っていうのは、自分が先取り、保険を、猶予を積み重ねる時間なんだっていうふうに思って、できるだけ進めていってください。それができれば、本当に3年生になってから楽なんで。学びズムでよく言ってる高校2年生のうちから始めるんだったら、本当に面白くないんだけど、英単語1冊もう2年生の間にもう1冊を完全に覚えちゃおうぜとか、古典文法と古文単語だけは2年生の間に全部覚えとこうぜ。文系だったらね、英単語と簡単な英文解釈と古典文法と古文の単語あたりを覚えておけば、大体まあそれでね、3000語ぐらいにはなるわけなんですけど、この3000語ぐらい覚えてたら、その後の文系だったら日本史とか世界史とかもうめちゃゃくちゃ楽になるし、そういう猶予を生み出すためにしんどいインプットを先に終わらせましょうというようなところでございます。それではね、高校2年生年内に勉強を始めた方がいい理由はですね、3年生になってからの猶予期間っていうのを得るためにやっぱり4ヶ月でもね早くやってほしいと思います。この動画はここまでにしたいと思いますが、今ですね11月ということで高校 1,2 年生向けに冬季特別講習を実施してます。そこでは年間の勉強計画を組んだりですね、月間の計画をそこから逆算して組んで1週間単位の計画を組んで、まずは2年生の間にここまでは終わらせようねっていう計画を作った上で1週間ですね、そのフィードバックをするっていうような冬季講習やってますから、しかもめちゃくちゃ今の時期だったら格安で受講できます。オンラインでも各校舎でもやってますから、ぜひとも申し込んでいただければと思います。それではこの動画はここまでにしたいと思います。この動画が役に立ったよという人は高評価、チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では、君の志望校であったり、今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、早慶、マーチ、カンカン同率みたいな有名